鍋島成まなりのは、非前佐賀藩の、第九代藩主。第八代藩主、鍋島春重の長男。母は、即室、福岡市。正室は、池田春道の娘。即室に、石井正法の娘、石井本将の娘など。陽名は翔太郎。署名は、次回。完成七年、将軍、徳川家成より、松平明字を授けられた。文化二年。 父、春茂の死により後を継ぐ。将軍、徳川家成より返旗を授けられ、署名の時期から成直に改名する。この頃、佐賀藩では1万5千貫の借金があり、財政が破綻寸前となっていた。このため、成直は財政再建の反省改革に取り掛かることとなった。成直が打ち出した改革は、行政組織の簡素化。 つまり不必要な機関の撤廃による経費節減政策であった。まず、市販である非前鹿島藩の廃藩、次に長崎警備の任務の返上であった。特に長崎警備には莫大な費用がかかり、代々の藩主を苦しめていたため、成名は年寄り役の有田県の城に密命を与えて、長崎警備の任務を幕府に内密で、 熊本藩に引き継いでもらおうと格索したのである。ところが、この密約が幕府に露見し、有田は切腹した。鹿島藩藩も他の市藩である、蓮池藩や小木藩の抵抗にあって失敗する。さらに、文化5年8月、フランス革命後のオランダの混乱に乗じて、イギリス戦フェートン号が長崎を襲い、オランダ商会員を拉致して、長崎奉行。 松平康秀を脅迫する、フェイトン号事件が発生した。佐賀藩が、長崎警備の兵員を勝手に大きく減らしていたために、日本側は、フェイトン号の老石になすすべがなく、幕府は、佐賀藩の責任を追求し、過労等数人は責任を取って切腹させられ、成り直は11月に百0 0日の閉門を命じられた。株音局の禁じられた佐賀城下は、 正月にもかかわらず静まり返った。文政2年には、江戸判定が消失した。文政11年には、死者1万人の大被害を及ぼした台風の襲来で、財政はさらに悪化し、借金は13万両に上った。このため、天保元年、家徳を17男の最た氏に譲って隠居した。しかし、隠居後も、実権を握り、贅沢な私生活を送ったと言われている。 天保十年、六十歳で死去。法名は、高市商院伝桂ら王道営大古寺。ありがとうございます。